学校だろここ。写真間違ってあの削除しとったけどさ、撮り直さないかって言った時よ。これ今村君の線には高さが合ってないじゃんね。私の線に合わせたらあげない。でね、来てくださいって言おうがね、はい、お越しくださいとかいらしてくださいって言い切られがあんたここがね、うん、だけどこれあのまたするけん、あの始めるけんあれしときよ、はい、うん、だけどここやっぱね笑顔が大事なんですよ。もう笑顔でね、まあ、これさ俺あのテーマ B 型さんやけんこの二人さてか私頭下げたらさそこがさ焦げなと思うけど、それが気になってからね。だけどちょっとあのこれする前に必ずちゃんと染めとかなかと思って、めっちゃ目立つっちゃうもん。あれもうショックやか私で七夜行が一番に出てくるじゃんそれがでね、これね実は私なんで気がついたかって言ったら、あのツイッターであの傑作あのだけ要するに評価高いに入れますって言ってから、こうあのこれはいいねっていうのでこう評価をするっていうのがあるじゃん。そこあの今のなんかどっか開いてみてポンって、なんか何でもいいけ、うん、何でもいいよ何でもいいよ。でそれがいいなと思ったらそこの下のところにほら評価するっていうのがあるやな、はい、うん、でそれを入れましたよってつぶやいてくれたとある人が、でそれで気がついたと、はい、これ傑作って言ってから入れてくれたと思うけど、それで最先端行ってますねって言ってから、あの再生スターっていうか、なんか NG 集やだけど今度はちょっともっとまともなのに使う、撮ろうねだけどちょっと、あの、なかなか全員出勤の日ってめっちゃ忙しくてさ、とてもなんかそれをしよう雰囲気じゃなくて、だんだんもう今あの招き猫がただガラーンって映った状態もやけどさ、ちょっとまた、あの、セールの前日に映すっていうのが、あの、大事なあれになるけどね、はい、あ、で、どんなことしようかっていうのはね、ちょっと一応知っとった方がいいけん、あの、バックヤードブログっていうとこばちょっと入れてくれる、バックヤードとか春町バックヤードとかなんか、まあ、とりあえず私のブログに入ってもらったらいいけど、うん、とか私の個人吉住かなで検索してもらっても多分出てくるんで、なんか、うん、で吉住かな、あ、ないバックよ、バックヤード、バックヤードじゃない、バックヤードバック、はいはい、じゃあ春町だけでいいよ、春町だけで一番出てくるけ、うん、でそこのね、広げてもらったら春町のユーストリームっていうところの題名があると思ったよね。その下の方ずっと説明があって、ずっと下の方に春町のユーストずっと下、うん、もうずっと下のそのずっと下のねのそこその辺に春町ユーストリームってない、春町のユーストリームって。こんな感じで、あの、もうインフォメーションして、で、その時のずっと動きが。で、これね、YouTube で10分しか入れられんじゃん。で、一番最初に、初めここで試験的にやりよった時の時からずっと貴重点、こうずっと物語じゃないけど、ずっとそれを記録あるけど、ずっと人に入れとった。そう、こんな感じでしょ。で、だけど、こんな感じで一遍で、そうこんな感じ、そうでこんな風にやっとるのはね、あのこんな感じになっとるのは長くて、要するに YouTube の方に入らんかったやつ、はい、うん、10分しか入らんじゃん。で途中でプチプチ切ればよかったっちゃうけど、ちょっとそれが分からんかったんだよね。であとはあのほら映していいお客様と映したらいかんお客、ほとんどほぼ映したらいかんお客様やもんやけどさ。だけん招き猫ば真っ暗やったらやっぱあまりにもちょっとこう画面的に辛いけんね、招き猫ば映しよう状態であれしようと思って、その当日とかも、うん、だけんこの辺が映りよう分は構わんやね、この辺とかこのなんて言ったらいいの、この腰から下とかが映りよう分は、だけんあのそんな感じでましょうか。
でアドリブでそこ映るような感じの状態にこう自分がしてからこうすればいいんじゃない、もしあの記録取りたいなと思ったらね。だけあのまた全員集合であの顔出ししますので、うん、その時は笑顔で、うん、であのなんかね、すぐにまた振るけだけなんか言うこと考えてきて、うん、あの覚えとったらいかん、あのなんかな、練習とかしたら面白くないけ、あのあくまでもアドリブで、うん、あのだけちゃんとなるべく敬語とか使えるように考えておきなさいよ、ね、で出るけんね、でこなしてからもうしっかり記録も残るけんね。ということで、あのその YouTube も検索の対象なんですよ。で文章よりもなんていうかね、動画の方がさ、なんか、あ、この人たちがおしゃっちゃでとか伝わりやすかろ、うん、お店の様子とかだったね。だけ今回は夏よりも成長してる姿をぜひ、はい、別にあのあれ、ね、背伸びする必要はないけど、はい、あれよりはいいやろ、はい、あの一番最初がちょっとあのハードルが低いけいいやろっていうか、面白さから言ったら面白いけどね。で私もちょっとね、ほんと頭下げた時にあんな色ちょっと嫌やけさ、ちょっとその前に美容室必ず行くけ、じゃああんなきあんないかんよね、ちょっと失敗しとろあれ。私も後からうわーと思ったとでね、アップするのやめろかなと思ったけど、ちょっと普通すごく自然で面白い、あの自然な感じが取れと思うやけんさ、あえてアップしたった。これ私的には本当に嫌だったそれ。だってこんななんかこう色がこう変わってね、美容師さん的にもちょっと違うやろあれ、ちょっといかんやろ、染めない染めないかんでしょって感じやろ。なのでちょっと本当は私は何が NG って、私の頭が NG だよあれっていうことで、あのそれ春町ライブって言っちゃうけど、あのうちのいとこからは春町動物園って言われるわけまあわかるね、柑橘とオリーブさんとレムオ君とチラリ君、春町動物園あのああの春町カルテットじゃなくて春町動物園まあいいかということで、それあんまりやりすぎたらあれやけど、やりすぎないことも大事やけ、はい、うん、そうそうそう、そこら辺まだ必要やね、うん、どうせやね、はい、ということで、もう21日のバック1まではもう待てんけん、私も集合写真撮らないか、うん、酒井くん、あ、黒時計もできたんかな、制作中です。うん、いやなんかね、ホイヤーが偉い、なんかね、あれが流面系でね、あんなに得意なあの今村くんが偉い、はーって言っちゃう、ではーって言う姿がリアルやけ、撮らして、あのそのあなたが苦労して写真ば撮りようっていうところば撮らしてったら、いやこれダメです、撮ったらダメですか言ったいやそれがいいやんとか言ったらさ、いやダメですよ、こういう取材拒否やったら制作現場、あいつの制作現場で、ね、取材拒否やった時チラリ君がやるような撮っていかない、今取材拒否なんたたちそんなそんなシークレットにせないかんような、なチラリ君も取材拒否だ、本番を楽しみ、そうだよ、分かった。でもとりあえず春町ライブのあの4人で揃ってこう元気よくは、あのもうあテイク1とかテイク2とかないけん、もういきなり出すけんね、よろしくね、で振るけんね、あのちゃんと何かしらでどこからどこから球が来るか分からない、必ず打ってよ、もうゴロでもいいけホームランじゃなくていい、別にホームラン目指さんでいいけていうか、あなた私が思われるようなとこ打つけすごいよねだってさ、ジェームス・ディー氏なんて言っとってさ、私が口笛吹いたら大脱走でしょってさいや面白い、君は未知数やねとりあえずそれ偉い色が暗いね、クリーム色それ。いやこれ後から。後から明るくなるの、もう背景とあれが差が分からなくなる。あ、そうか。はい、後から明るくする。あ、後から明るくすると、あ、私たち色洒落たこと知っとうね。うん。ないよね、青しやね、その写真のことに関してはね、本当ね。そこら、やっぱその辺はやっぱ男の子やね、もうちょ、あの日頃ちょこちょこやりながらね。どうしたの？写真に関してはもうああいうより青しよ。あの写真楽しみにしてます、はい、で出来上がったらここで出来上がりましたってするのはいいじゃね制作現場は取材拒否強いということで、あの
ウィンター春町のウィンターセールは12月の1週目の金土日、今年は12月の3、4、5です、ギリギリまで、たくさん商品集めてきてなるべく出したいと思ってますので、ご遠方の方は合わせて、オークションの方もかなりお買い得な商品をご用意しておりますので、ぜひご覧になってください。よろしくお願いいたします。 JR 福岡豊線春町駅より徒歩1分。